京愛学園前橋国際大学短期大学部は、群馬県前橋市昭和町3727に、本部を置く日本の私立大学である。1965年に設置された。大学の略称は、京愛短大。1965年学校法人、平方学園により、名和女子短期大学として開学。1956年設置の名和生活学院の伝統を受け継ぎ。 生活科学系の学科のみ設置された。開学から長らくは女子短期大学だったが、1999年に教学化され、公明も名和学園短期大学へと変更された。しかし、2015年度以降少子化などの影響により、定員はあれが続いており、2020年に教愛学園へ関される計画が、文部科学省へ申請され、翌年教愛学園前橋、 国際大学短期大学部となった。明和学園短期大学が所有する土地、建物、図書などは、共愛学園へ無償上渡となり、学科、専攻、入学定員、学費などに変更はない。移籍を希望する教職員は全員、共愛学園が雇用するという。なお、共愛学園には、共愛学園女子短期大学という2002年に廃止された短期大学があったが、 これらの経緯の通り全く別の短期大学である。キリスト教主義と真種の精神に基づき人格を寛容し、自ら考え、切り開いていく知恵と力を持ち、共愛、共生の精神を実践できる人材を育てることを目的とする。時代を担う人々が自分の人生を自ら考え切り開いていく知恵と力を育む場の提供とサポートをいたします。 平方学園時代教愛学園医看護学科、取得資格について、付属機関出身者就職について編入学、進学実績。ありがとうございます。